公共曲第77番編の長々傍冒険 I-77 はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが作曲した公共曲。第76番や第78番と同様に実現しなかったイギリスでの演奏旅行のために1782年に作曲された3曲の公共曲の一つであり、特に本作は3曲の中でも最も優れた作品であると評価する向きもある。 フルート、オーボエニ、ファゴット、フォルニ、弦語部。全四楽章。演奏時間は、約20分。ワルター・レッシング、大進歩にネンフォン・ヨゼフ・ハイドン、ダズ、ゼムトリヒエ・メッセン、アイネ・センデレー・ヘイム・スード・ベストフ・スンフ,スストフンク・バーデン・バーデン1987、89、ハウス・ジー・エベン・フォム・スード・ベスト・フンク、バーデン・バーデン・イン・サンボンドン、バンドニー。 バーデン・バーデン 1989S219220 ハワード・チャンドラーロビンズ・ランドンザ・シンフォーニーズ・オブ・ヨゼフ・ハイドンユニバーサル・エディションロック・ライフロンドン 1955S389391 ジェームズ・ウェブスター放剛犬 i イ77シンフォニー・イン・ビードゥアー・インフォメーションテキストツア・ジンフォニーナンバー77 本ヨゼフハイドンデアハイドンフェストシピールアイゼンスタットありがとうございます。